キャメル号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 は東京都と鳥取県を結んでいた夜行高速バスである。愛称は鳥取砂丘の楽だから。本校では便宜上東京鳥取、倉吉線を鳥取線、東京米子線を米子線と表記する。2020年7月より両路線とも運行を休止していたが、2021年3月16日を もって、両路線とも廃止された。7 4 0トルという運行距離は、登場当時は、航空機の分野とされており、なおかつ、鳥取県の経済圏は、大阪とされていたことから、経済圏の大阪を飛び越えて、東京に行くバスが儲かるのだろうかと、雑誌などでは話題になった路線である。それまで、鳥取県における日本交通 VSB の、自動車間の中の悪さは、 鳥取県民の間でも有名だった。同じように鳥取県内を拠点としており、鳥取駅でも鳥取砂丘でもバスターミナルが別々で、それぞれが鳥取砂丘への観光客の奪い合いをしている状態であった。もちろん、狭い地域で対立していてもメリットはさほどないことは、両者とも理解はしており、相互の路線を交換するなどの再編も行ってはいた。 ものの、仲が悪い会社という印象を拭い去るまでには、至っていなかった。しかし、京浜急行から、キャメル号運行の話があったことで、両者の関係に変化が生じることになった。キャメル号運行後、二社の関係は融和ムードを見せ、仲が悪い会社というイメージを払拭した。現在では、一般路線バスでも、日、港と日の丸との間で、共同運行されている。 バス路線も設定している。キャメル号は、日の丸が、京浜急行と企画したものであるが、高速バスのノウハウを持つ日本交通を入れたことが、こうそうした。京浜急行バスは最新型日の、セレガスーパーハイデッカーをメインに、三菱不走エアロクイーン等、日本交通は、日の新型セレガハイデッカー等、日の丸自動車は日、日の、セレガ GD、日の、 セレガハイデッカー等が使用される。いずれも独立三列ート WC 付けである。運行開始当初は3種類のカラーリングが用意されたが、これは各車別のカラーリングではなく、3車合わせて8台の車両に3種類のカラーリングを割り当てた。その後、本路線の運行開始当初に採用されたカラーリングのうち、京浜急行、日の丸自動車では1種類を、 標準色とするようになり、日本交通は自社オリジナルカラーを導入している。なお、米子線の日本交通の車両の中には、近隣の境港市が水木修玄の出身地であることにちなみ、同市の作品ゲゲゲの北郎のイラストを描いた北郎バスが運行されていたが、2006年度に日の新型セレガイス HD に置き換え、さらに2013年には、 日野新型セレガ HD を導入、エアロクイーン、北ローバスは7年頃京都交通に譲渡された。車内 Wi-Fi 対応表示、京急車の場合日の丸、日光の場合もおおむね京急に準じた設備となる。ありがとうございます。